鈴木くん、塩味よ。塩味の鈴木です。佐藤くん、やるね。チーズ味だよ。チーズ味の佐藤です。SP スナック。鈴木くん、佐藤くん。新発売。僕は長男ですを買った、長男です。私は、長女ですを買った、長女です。何を？なんだよ。一番一番の新発売 SB ミライスナップ。お邪魔します。キリンレモンあり、キリンオレンジあり、おめでとう。1億3番目の中流家庭が今ここに誕生しました。ありがとうございます。カモーン。キリンレモン、キリンオレンジ。うわー、砂だらけ。そこで新しいゴミパック。日立のゴミパックはすんなりサイズ、薄型になったエアータービンブラシで吸い込み力が強力、狭いところもすんなりお掃除できます。上を開いてゴミ捨て簡単、はい、お掃除が楽だ。楽だ。日立のゴミパック、暮らしを豊かに、日立のヒント商品です。我が家のちびっこメニュー。わあ、僕カレーの王子様。森のシチュー屋さんだよ。ハヤシランドの王子様。おいしい。みんな大好きですね。2歳になったらお子様メニュー、夢と一緒に召し上がれ。リベンヌモイスチャーミルクってメイクの下地にもなるの、ご存知でしたか？素肌をしっとり保つだけでなく、その上メイクのノリも良くて化粧崩れしにくいんです。一本で二つの働きだから好きです。リベンヌのモイスチャーミルク、フェイスケアの基本。リベンヌ。僕がくてのひこうきじたい。ダブルカセットが来る。オートリバースで来る。憧れのフロントローディング。ウィング。ダブル55。